カイロイノシトールは、イノシトールの十種あるアイソマーのうちの一つを構成する。インスリンシグナルのセカンドメッセンジャーとして機能することが明らかにされ、神経組織の伝達と関連するミオイノシトールと並んで、臨床的に特に重要な物質である。カイロイノシトールは、細胞膜の臨死質グリコシルホスファチジルイノシトールの構成イノシトールであり、 インスリン代謝作用の伝達へ関与が報告されている。無月経や、不妊の原因疾患である、多脳法性卵巣症候群の疾患患者は、体内でのカイロイノシトール欠乏が認められるが、D カイロイノシトールの傾向補充によって、インスリン抵抗性及び、無月経の著名な改善が報告されている。二重毛検試験において、D カイロイノシトールを摂取した、 多能法性卵巣症候群の女性は、対象群と比較して、有利及び相テストステロン値の低下、血圧、インスリン管受精の改善及び排卵の増加が報告されている。カイロイノシトールは自然界に存在する天然の物質であるが、蕎麦を除く植物体からはほとんど検出されない。そのため、食品中に含まれるイノシトールからエピメラーゼの作用を経て、体内で 生合成されている可能性がある。ありがとうございます。